能島教授、時間です。おはよう諸君。私が教授の能島で、そしてこちらが秘書のマルチナ。私はマルチナ、マルチナ・ナブラチロワ、このコーナーの助手を務めさせていただきます。教授、本日もよろしくお願いします。今はこのインターネットがあるからね、昔に比べるとこう発言とか行動に影響力をこう出すってことができるようになった感じがするよな。あ、まあ確かにそうですけど、今もテレビなんかの影響は絶大じゃないですか。まあそうだね。まあそれでも全くマニアックだと思っていた趣味の人同士がこうつながったりとかね、まあ、面白いことも多くなってると思うんだな。今日の本の著者はネット系なんですか？あ、いやそれがね、実は違うんだよ。フォロワー数などの数字を追いかけるんじゃなくて、リアルな行動を起こしてブランディングをしていくことを進めていてね。なるほど。でも実際にやったり、リアルなコミュニケーションのパワーって強いですからね。そうだよな。いや今日はマルチナとね、全く思い通りのコミュニケーションが取れて満足です。さて今日ご紹介する本はこちらだ。影響力の鍛え方、芦名雄介さんの本だな。さて早速この本から得た3つの気づき言ってみましょう。まずはこちら。人々が求めるのは物ではなく自分の心が動くこと。物消費からこと消費へと言われて久しいけども、物欲が満たされてくるとね、人は感動、つまり心が動くことの方に価値を感じるようになるっていうのは、まあその通りだろうね。心を動かすというのはもうダイレクトに影響力だしね。はい、続いてはこちら。人に伝えることで自分も成長できる。これは実感としてわかるね。情報というのはただ受け取っただけではなかなか定着しないもんだよね。誰かに話して聞かせたり文章にしてみたりすると、頭の中が整理されるし、編集された形で頭の中に残る。これが成長につながるんだな。そして最後はこちらだ。成功者は皆おかしな思考の持ち主ね。考えてみれば、天才とか成功者というのは今まで誰もやっていなかったことを思いついたり実行したりすることで常識を打ち破った人のことでもあるよね。みんなと同じことをしていてもそういうブレイクスルーはやってこないから、人と違う発想を大事にしようね。よかったかな。なるほど。教授ありがとうございました。今週ご紹介いただいたおすすめ本は影響力の鍛え方、芦名雄介でした。それでは皆様、また来週もお楽しみに。はい、また来週ね。チャンネル登録もよろしくお願いします。